フランツクラスはドイツのバスバリトン歌手、ビッパーフィルト出身。ビースバーデンでゲルダ・ホイヤーに声楽を学び、ケルン音楽院でクレメンス・グレッテンベルクの訓導を受けた。1954年からクレイフェルト私立歌劇場でオペラデビューを果たし、1956年にハノーファーの歌劇場に移籍した。1959年には、 ローエングリンの上演に参加する形で、バイロイト音楽祭に初出場し、翌年には、同音楽祭のさまよえるオランダ人に参加して、リヒャルト・バーグナーの作品の専門家とみなされるようになった。1962年からケルン歌劇場で歌い、1964年からハンブルク国立歌劇場を中心に活動、ウィーン国立歌劇場、 スカラザやコベントガーデン王立歌劇場などのヨーロッパの主要な歌劇場にたびたび客演した。1981年に実質により現役を引退し後進の指導に専念した。デュッセルスハイム・アムマインにて没。アーカイブ2019年3月2日。ウェイバック・マシン・ロマース・カーカン、ヘルベルト、フランツ・クラス、ビルームッター・ベースバリ・トゥヌンとアインシュティマールズ。 アンサンブルメテグリドでヒエシュゲンシアターズバーストーベンバーガーアッツアタンフィアムンシェングロドボックウントアンランドオリジナルの2019年5月21日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ u x j u d 二0 1 9年2月8日閲覧アーカイブ2012年7月4日ウェイバックマシンアーカイブ2018年7月8日 ウェーバックマシン、ありがとうございます。